形状日本人世話会り催民救済病院は第二次世界大戦終結後の1945年10月1日に朝鮮軽機動形状府中区朝日町に設立された病院終戦直後よりソ連軍や朝鮮人による略奪や殺戮を恐れて満州国や北部朝鮮から日本人が退去38度線を越えて南下してきた南部朝鮮は アメリカ軍の占領下にあり、38度線さえ越えれば安全であるという認識が広まっていたためである。時が経過するにつれて避難民の惨状は目を覆うありさまであった。このような事態を打開するために、京城帝国大学医学部有志が立ち上がり、避難民の診療に当たった。そして、終戦後に発足した京城日本人世話会の付属施設として、 形状日本人世話会理催民救済病院が設立されることになった。犠牲府に設けられた難民キャンプ1945年10月1日の会員以降、日本人患者の診療に当たったが、あまりにも患者が多く手世話になったので、近隣の建物にいくつかの診療科を移転して診療を行った。形状だけでなく38度線付近にも、 仮設の診療所を設けて避難民の治療を行った。12月に入ると、アメリカ軍政庁の命により、主要なメンバーは引き上げることになった。設立からの2ヶ月間で診療を行った患者は延べ5万人を超えたという。1946年2月2日に、在外同胞援を階級寮部に引き継がれた。ありがとうございます。